こんにちは。中級メガネーズです。メガネーズです。さあ、今回、ダゾーンの J リーグ推進委員会企画になります。月間 MMW 表彰です。8月、我々メガネーズを最もワクワクさせてくれたチームを表彰したいと思います。それでは早速、バタン発表お願いします。8月の MMW は、横浜 F ・マリノスです。まあ、成績は5勝1分け1敗。うん、まあ、素晴らしいですね。まあ、連戦の中、はい、躍動しました。でも J リーグの月間表彰でも F マリノスレオセアラ MVP ですね、はい、でマスカット監督、そうですね、優秀監督、はい、ボンクラシーじゃないですか。まあ、試合数がね、連戦になったのも試合数がちょっとまあ他のチームと、ね、比べて多かったってのはありますけどね、うん、でもそれで勝ち切ってね、勝ち点ガッて伸ばしましたからね。で、気づけばね、フロンターレに大接近、いや本当、はい、から終盤に向かって もっともっとねこう楽しませてくれたらいいなというふうに思います。ということで、今回は横浜 F マリナスを代表しまして、松永重達ゴールキーパーコーチに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。重さん、久しぶりですね、なんか対面で会うのは。いや、僕はこの前高橋さんがコータの300試合で、クレンタで来てくれたんで、僕は一応お顔は拝見させていただいてます。俺行った時には、鉄しかいなくて、ちょっと挨拶行った時に、なんかシゲは奥の方で、シゲさん隠れてますよって鉄言ってたよ。一応存在消してました。なんでよ、存在出してよ。いや、コータに聞いたら、その後に仕事が入ってて、俺がね、もうすぐ帰んなきゃいけないって言ってたから、気を使いました。あ、どうもすみません。ありがとう。ということで、まあ、シゲとはそれこそ現役も一緒にやってましたし、まあ、コーチとしても僕と、ちょうどシゲがマリノスのコーチになった時は2007年で、その年1年だけ一緒にやってて、ですぐ僕が1年でいなくなって、シゲはずっといるっていう、羨ましいです。ちょっと分かんないですけど、まあ、ありがたい話です。あ、本当素晴らしいです。まあ、今回ね、マリノスのこう成績を見て、まあ、我々メガネーズが最もワクワクしたチームということで選ばせてもらって、結果的にも8月の成績素晴らしかったです。5勝1分け1敗、まあ、1個最後鹿島に負けちゃいましたけど、素晴らしい成績の中で、でいろんな選手に、まあ、選手にもインタビューできるんですけど、僕らはシゲでお願いしますというリクエストを出して見事通りました。いや、なんで第一希望なのかなって思ったんですけど。いや、僕の話しかった。梅高橋さんからその要望来ましたって言ったんで、うん、断れなかったです。いやいや、断るっていうことも別に可能なんですよ。やっぱり攻撃的なさ、サッカーが標榜されてるチームの中で、後ろの選手たちは何を考え、それを教えてるコーチは何を考えっていうのを聞きたいわけですよ。その辺は率直にどうなんですか。まあ、いろんな葛藤はなんかあるんだろうなとちょっと思いつつ、まあ今まで監督やったアンジェ監督がスコットランド、まあ、行きましたけど、彼が来てから一応今年で4年目のはずなんですけど、まあ初年度の最初の頃は確かにハイラインとか後ろからのビルドアップっていうのは、まあ、かなりそこからやっぱ失点も食らったし、で結局残留争いもまあギリギリのところで残ったんで、いやーこれで勝てるのかなっていうので、まあ正直指導しながらも、いやかなりクエスチョンでかかったですね。それでこういう形でまあ監督が進めていくと、でもそれにまあゴールキーパーとしては当然合わせなきゃいけないと。まあそうですね。で、シゲの考え方からして、これリスク高すぎるんじゃないのっていうことを伝え、まあ言ったりはしたの、監督に。まあそういう話も実際にしたことありますし、ただもうアンジェ監督っていうのは一切自分の考えは曲げないし、それを曲げる前ならもうこのチームにいる必要がないっていうことははっきり僕らの前でも言ってたし、ついてる前でも言ってたので、1年目付き合った時にもうこの人は本当に変わらないんだなっていうのがあって、だからもう拒否から入るんじゃなくて全部受け入れた上で
あのトレーニングを進めようって考えになってから徐々にやはりあの戦術的な浸透が、まあ、キーパーにも伝わって徐々にそれが、まあ、プレーの方にもいい面で現れ出してで結果的に2019年優勝までつながったんでだからまあそこら辺の考え方を180度変えた変えてからやはりいろんなものがよく回り出したっていうのは実際ありました。シゲも大人になったね。いやでも大人になったんじゃなくてあのもう今言ったようにもう変えないっていう人に対していや僕らもうそれであの反発する理由は全くそこでなくなって、うん、逆に受け入れてそこでどういうことが起きるんだろうっていう方がそこが結構興味湧いてきたんで逆にその発想の転換を変えたのが良かったと思います。ああやっぱり大人になったの。ありがとうございます。だって逆だったじゃんね。前はやっぱりこうだっていうところはやっぱり主義も通す人だし、ね、やっぱりねただやっぱり選手の立場とコーチの立場では全然違うし、まあ、コーチになって選手たちに、まあ、チームにこう合わせるような形の指導とか、うんまあ、クオリティ、まあ、質を高めていかなきゃいけないっていう風になっていくわけじゃないね、うん、でもやっぱ僕はどこの子に言っても結局選手って最終的にはやっぱ監督の言うことを聞くんであまあそうだね、だ僕らがいくらなあれはこうだこれはこうだと言ったとしても結局やっぱ監督に認められて試合出たいっていうのが一番だからそしたらやっぱ監督の考えを最優先に考えながらで練習メニューなんかももうやっぱ戦術的な要素を含むようなトレーニングメニューに一切変えてああそうなのいや今までやってたメニューはほとんどもう全部やめてもう試合から逆算したようなメニューを全部すべて取り揃えるようにしたんで、やっぱそれからやっぱりいろんな意味で練習のもメニュー考えるのも面白くなったし、それを選手にやらせるのも面白かったし、逆にそういう現象が試合の中にやっぱ結構出るようになったんで、それをまた見るのも楽しみになったんで、で最終的にはもうこのサッカーに対してまあ、選手もそうですけど、僕自身もすごく、まあ、自信持ってやれるようになったんで。まあ、本当にもう校庭から入るようになってよかったと思います。いやでもそれはすごく大事なことだよね。こう長くもシゲはいてさ、うん、やっぱりトレーニングもだんだん、まあ、ある意味マンネリする時も出てくるだろうし、でも新しくやり方が変わって自分も新たなこう戦術的なトレーニングを、まあ、キーパーに対して行うように勉強してまた自分のこう視野だったりいろんな頭の中をこう広がりを持ってて引き出しを多くして接してそしてそれがプレーで改善点として出てきてまあ良かった部分が出てきてってなってくると、まあ、今言ったように本当に楽しくて多分しょうがないよね。それはすごくいいサイクルになったってことだなきっと。そうですね本当に。だから今でもそれは継続性続いてますし、特に今年からあのテスが入ってくれて、ああ榎本哲也ね、だから2人体制でやってるんでより一層やっぱあのキーパートレーニングっていうのがあの楽しくやらせてもらってるんで、まあ、そういう意味では、まあ、アンジェ監督とか会社に対してすごくやっぱ感謝はしてます。あでもな、そのゴールキーパーコーチで鉄も来たっていうことも大きいだろうし、でもシゲはまあ俺が一緒にやってた頃から体細いのに筋トレめっちゃしてさ、太くはならないんだけどさなんでそれだけボール蹴れる。いやもうあの自分でも分かんないですけど、でも毎日蹴ったら蹴れますよいやいやいや結構だって同じ年って俺と同じ年の森下とかいるじゃない、進行とか蹴れるけど、だんだんなんかこう少しずつあ弱くなってっかなってちょっと見たりすると思ったりするんだよね。だからまあ昔の頃キーパーでバックパスのルールがない時だからそんなにキック本数蹴ってないし。あ現役の頃に。現役の頃。じゃあその筋肉が残ってたわけだな、強さっていうか酷使あんまりされてなかったっていうこと僕は思ってるんですけど勝手になんか北条さんとか川端さんとか聞きたいことありますが、今僕ばっかり話しちゃったけどその試合から逆算したキーパーのトレーニングってすごい興味あるんですけど、まあ、例えばうちの戦術の中で、まあ、一つ皆さんが分かりやすいのが多分ハイラインだと思うんですよ。で、まあ、一概にハイラインって言ってもボールに対してキーパーがどうのポジションを取るのとか、どういうところでどういう判断をするのかっていうのが多分分かってないと思うんですよ。例えば試合の映像とかを切り出して、でそれをキーパーに見せて、でそこでポジションを確認する。
最終ラインがここにあるときに、例えばボールがここにあるから、当然そのボールを出す人がいる。で、逆にそのボールに対してやっぱ走り込む相手の選手がいる。で、そういうのをちょっとダミーでキーパー同士でやらして、そこで判断を委ねるポジションを、そこで明確にする。ただそういうトレーニングは多分うちしかやってないと思うんで、だからそれ一つ取ってもやはりあの試合から逆算してやっていかないと、ちょっとリアリティもないし、逆にそれを全くやらずに試合に入ると多分判断基準が多分持てないと思うんで、そういう意味でやはりあのキーパーを、まあ、少しでもやっぱ困らないようにはしてます。あれだね、シュートストップとかクロスの対応とかだけじゃない部分で、やっぱりそういう違う判断を委ねるようなっていうことを、まあ、多く切り出しやってるとかね。そうですね。あとは、まあ、あのうちのもう一つ特徴としては、キーパーから後ろからもつらんことだと思うんで、例えば前からプレッシャー来るチームに対してはどこのスペースが空いてるのか、例えば、まあ、前からこの相手だったらどこのスペースが空いてるかっていうのは、まあ、相手の分析である程度そこは明確にあのしてくれるんで、チームの方で。そしたらただ単純にボール蹴らすんじゃなくて、なんか今日はこのスペースを狙おう、今日はこのスペースを狙おうっていうのはキーパーの方に伝えて、でそういうふうなあのビルドアップ、キックのトレーニングはそういうふうにやってます。スキルを磨くっていうよりも、こう戦術的な、チーム全体の戦術の中でキーパーがどうやるかっていうところをすごく大事にする。そうですね、ただやみくもにあのボール蹴るのは誰でもできると思うんで、例えば、まあ、うちの次の試合はうちのサイドバックが空きやすいってなんであれば、サイドバックのスペースで狙ったものにするし、逆に相手のラインが浅いんであれば、今度ダルプレーで一発で裏に抜けるようなボールも蹴らすし、じゃないとやっぱあのキーパーの方もやっぱ目的意識を持たないんで、ただキックをうまくするだけじゃ多分それだけでは継続できないと思うんで、常にやっぱ試合を意識してやらす方がいいのかなと思ってます。海外のとか、こうなんだろう、指導者の方とか、まあ、選手のプレーとかもそうなんですけど、そういうキーパーに関する新しい情報みたいなのも常にこう取り込もうっていう感じに今されてるんですか？そうですね、まあ明石さんよく知ってるようにあの僕は一切のパソコンとか扱えない人間だったんですけど、ただあのアンジェ監督になってからパソコンをやっぱコーチングスタッフでどうしても情報映像をやっぱ共有するものもあるんで、やっぱ持ってないとやはりそういうものがあのできないので、だから常にあのチームの映像も見るし、まあ、今 YouTube も含めていろんな映像海外から見れるんで、そこからやはりあのいろんな映像を見た中で、例えば今うちのキーパーで例えばこういうウィークがある、こういうこと困ってるってことがあれば、全部映像から導き出して、そこからキーパーに見せて、でそこで話して、そこから例えばシュートストップにしてもビルドアップにしてもクロスの対応にしても、そこからいろんなものをあのトレーニング落とし込んでやってるようにしてます。だいぶ変わったな。いや変わりますよ高橋さん、変わったな素晴らしいです、はい、いやもう本当にあの映像はかなり見るようになりましたよ。まあ、見るものもいっぱい多いし、見るなんだこう情報をこうどこを見たらいいかっていう、そういうのも多くなってきてるし、なんかここの場所だけしか見えないもんじゃないもんね。それこそ YouTube でも何でもこう今どこに行ってもいろんな映像が見えたりするしね、ずっと見てんの家で？もう家ではもうずっと見てますね、まあ、あの食事以外はほとんど見てます。うちももう子供はもう手離れてるんでやることないんでまあ今なコロナ禍だからな、いろんなところにも行けないしな。いやでもすごいな、なんかもっと変な話になるかなと思ったら超真面目な話になってる大丈夫なのこれで？いやでもこの戦術やってると本当にあれですよ、ゴール守るだけじゃなくて、うん、まあ、さっき言ったビルドアップのこととか、まあ、ハイライトも含めてちょっと他のチームとはキーパーの役割はかなり多いんで、常にやっぱ最初に言ったようにやっぱ試合から逆算していろんなことを考えると、その1週間の準備の中でまあ済ませないといけないんだけど、それでもやっぱ時間が足りない時があるんで、だからそのくらいやっぱ今の戦術はいろいろやっぱやることの時間はやっぱ変わりますよね。いやさ、こう試合の中で本当は今日の相手だったらここに
フリーマンができて、そこに出すはずだったところに人がいなかったりとか、うん、そうするとベンチからおいなんだよとかって言ったりするの？します。うちのキーパー意外とそのスペースの見つけ方がうまいんだけど、うん、でそこに受ける選手が動かなかったりするんで、うん、その時はベンチでおいって言う時ありますけど。それはでも言った方がいいね。約束事になってたらそれは当然いなきゃいけないところにはね、人がいないと。うちの選手結構みんなハードワークするんですけど、うん、やっぱ中になんか分かんないように、うん、あの手抜くようなやつもいるんで、その時にはもうベンチからヤジを飛ばします。それ試合終わってからお前あそこいなかったじゃないかとかって言ったりもするの？そういう選手しますよ。だからキーパーの意図分かってる人って言うのよ。その時にあ分かってる申し訳ないって気がつかなかった。いや気がついてるでしょって話。なるほど。いや気がついてるにいなかったでしょみたいな反対さ。ベンチにいる役割はさ、まあ、変わってないよね。まだこう交代書いてるでしょ。シギはあれは役割なの？ずっとだよ、ね、やってますけど、うん、前まではあのセットプレーやってましたけど、うん、もうセットプレーとかやってるとどうしてもあのキーパートレーニングの方のメニューとかキーパーの映像とかいろんなものを作るその時間がなくなっちゃうんで。多すぎちゃうんだ。セットプレーも、もうかなりやっぱ映像見た中で、例えば相手のストロングとかウィークとかやっぱ探してそれを選手に伝えるんで、ただボードに書くとかそれだけでもその前のやっぱ言ったように準備段階でかなり時間取られるんで、だからそれもちょっともう監督に言ってそれをやめさせてもらって、今の交代用紙とあとキーパーの方のトレーニングの方で専念させてもらってるんで。そうなんだね。でもさ、今こうキーパーの目線からの話でさ、うん、まあそれからビルドアップもそう、ハイラインの時の守備判断もそう、でも後ろから見てて今のマリノスのサッカーは楽しいだろうなって思ったりしない？自分が後ろにいたら。いや僕はビルドアップ嫌なんで僕は楽しくない。じゃあビルドアップなしにして見てるだけだったら楽しいと思うでしょ。いや見てるのは最高の面白いですよ。そうだよねやっぱりね。いやベンチから見せても、うん、もう相手の守備が例えば中途半端な場合があるんですよ。前から行くでもない引くでもない、うん、そうするともうそこら辺のスペースあるからパスが兄弟もあれ出すから、そうすると何点取るんだろうっていう楽しみしかないですベンチでは。あ、うん、やっぱりそこはこう見入っちゃう自分もいたりする。おーみたいな。もう それもあるし、もうだからもう何ていうのか、ベンチに座っててももう退屈な時間がないですよ。それ分かるね、それ分かるね。でもうちのキーパーって結局今の戦術に合わせたキーパーを呼んできてるんで、キーパーたちに聞くとやっぱ90分間、まあ、大変だけどやっぱすごく関わりが多いんでやっぱ楽しいってことはよく言ってますね。コーチングみたいな部分もかなり変わりました、その戦術的な部分っていうと。あ、僕自身ですか？はい。あ、僕自身当然も変わってますよ、中身が。今だとあのシュートとクロスのことだけ言ってればよかったんだけど、やっぱりビルドアップとやっぱハイラインの速さとかもうそういうことも含めて言わなきゃいけないんで、当然僕の口数もやっぱ増えますよ。飲水タイムの時でもすぐにもうキーパーとか行くもんね。そうですね。だからまあ別にいいゲームしててもどうしても人間だからいいゲームしてる時ほどまあ集中力が欠いたり逆に緩んだりするんで、特にうちにいるキーパーってあの経験値がまあどっちかというとまだ多くないんで、だからそういう意味ではやっぱいい時ほどやっぱ気をつけなきゃいけないんで、だからメンタル面のことはよく言いますね、飲水タイムの時は。まあ、ある程度、まあ、経験値持ってるキーパーだったらそんなに多く言わなくても、まあ、自分で解決はできるんだけど、やっぱ経験値が少ないキーパーだとそこのところの引き出しが少ないんで、どうしてもそこの試合の中でのメンタリティのことはどうしてもやっぱ言っておかないといかないんで。でも今さ、役割の話で言うとさ、それこそもうキーパーのトレーニングもそうだし、うん、もしかしたらこう鉄をこう育てなきゃいけないみたいなところも思ったりはしてんの？あ、だから育てるっていうかあまりそういうふうに重さで考えてないけど、でも鉄は鉄でまだ半年ぐらい経ってないかな。だからその中で自分の、まあ、キーパーコーチとしての道筋はなんとなく見えてるところがあると思うんで、
例えば彼は彼 の, スタイルを構築してほしいんで、まあ、育てるっていうよりは、まあ、彼が考えをなるだけ口に出しているような状況を、まあ、作ってあげようかなと思ってますけど。監督がさ、まあ、最初に話してたようにこう引き抜かれるっていうか、うん、まあ、やっぱりしっかりと結果を出した上でスコットランドに行ってしまって、まあ、マスカットっていう監督が来て、まあ、そこからも非常にいい形で今試合を進められてると思うんだけど、キャラクターがやっぱり違うと思うんだけど、全く違いますよ。え、全く違います。全く違う、結構受け入れるの、まあ、受け入れればコミュニケーションやっぱ取りますよね今。ああ、じゃあ全然違うんだね、前の監督と。アンジェセンはアンジェセンでそんなにコミュニケーション取る方じゃなかったけど、でもそれも彼のスタイルなんで、別にこれに対して、何も別にデメリットなかったし、逆に彼がグラウンドを来ることによって緊張感が一気に高まるんで、そういうところは非常に良かったですね。で、今の監督はちょっとまた違うの？そうですね、やっぱそこさっき言ってやっぱコミュニケーションが取るような監督なんで、ただアンジェ監督の下でヘッドコーチやってた方なんで、監督変わってもそんなには信頼はしてなかったですね。8月素晴らしい形で終えて、まあ、9月で、まあ、だん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 こう残りが少なくなってくる試合もで、勝ち点もいいところに今詰めていて、これから先こうマリノスとしてはどんなことをシゲは考えて、まあ、やっぱりね、逆転優勝っていうところも当然あるだろうし、うん、まあ、とにかく目標はもう、まあ、目標はっていうよりも天皇杯負けちゃったし、ルヴァン負けちゃったし、これしか残ってないんで、はっきり言って、もう優勝しか目指してないし、ただ選手もそうだし、まあ、監督の方の方針もそうなんですけど、まあ、結果を見ないようにしようと、まあ、目の前の試合に関して、まあ、その週の練習準備を 100% して、でそれを結果、まあ、試合に臨もうっていう考えなんで、とにかく、まあ、先はあまり、ね、考えずにやっていきたいけど、やっぱできたらやっぱ優勝を常に意識しながらやっぱ勝っていくっていうのは本当の真のチャンピオンチームだと思うんで、僕はちょっとそこを目指していきたいなと思ってます。まあ、ちょっと最後大きな話になっちゃうかもしれないけど、日本の中のこうキーパーの役割とかキーパーの大型化とか多分いろいろ変わってきてると思うんだけど、うん、そこに関してはどういうふうに思ってるの？これね、結構難しいっていうか、うん、やっぱ例えばキーパー自身が俺は本当はマリノスの選手やりたいんだけどって思ってても、でもやっぱ今所属するチームが監督の考えでやっぱそういう選手を取らなかったり、逆に監督はマリノスとかフロンターレみたいなつなぎたサッカーやりたいんだけど、でも逆にやっぱそういうキーパーがいないからやっぱそういうものができないっていうのがあって、これ結構難しいんですよね。ただ強いチームっていうのはやっぱ基本的にはやっぱボールを支配してやっぱ攻撃的にやるチームなんで、そうすると自然的にはやっぱハイラインも引くだろうし、でキーパーも当然裏のスペースもケアしないといけない、当然足元もうまくなんなきゃいけない、だからそういう意味では僕はやっぱ今うちがやってるサッカーをみんなが目指してくれたら、まあ、全体的にキーパーのレベルも確実に上がるのになっては思ってますけど、だからこれちょっとまあ個人の能力とやっぱチーム戦術っていうのがどうしてもリンクする場合としない場合とあるんで、それは一概にもこれが全てこうだってことはちょっと言いづらいですね。なるほどな、すごいな、なんかすげえ深い話になったな。いろいろやっぱ考えますよ高橋さん、ぜひ尽力してくださいしげさん、頑張ります。いやー本当緊張するマジに。というか真面目だな、真面目になったな。いや真面目になってないですけど、キーパーコーチたちはシゲに対してはどういう感じなの？フランクなの？いや、あ、シゲさんこういう感じなの？いや分かんないっすよ。こういう感じじゃないの？あ、やばい、シゲさんやばい。だ顔だけそういう顔してて、内心じゃおいもうそうそういいとしたからもうそうそういいんじゃねえのって。まあな、まあ若干そこは一応こう
含んでおかないといけないね、俺たちの年代になってくるとね、もういいんじゃねえのって思われてんじゃねえのかなとかさ。いや、それを持つのがいいっすよ、もう本当に。でも逆にほら、チェスがいるから、チェスの方が年近いから、チェスがいろいろ喋ってるかもしれないですけど、まあ、それはすごくいいことなんで。でも、一つのクラブで15年っていうのはすごいよね。すごいっすよ。キーパーコーチで、あ、土田とかレッツもそのぐらいいったかな、持っていたかな。滝田。ヨガ部の滝田です。あ、滝田が長い。あれも土屋と一緒にやってましたね。ああ、でも主義も長いよね。本当です。ただ恵まれてるっていうか、やっぱ他のキーパーを育てたいっていうのもあるし、でやっぱもう一つがどうしてもタイトル取りたいんですよね。そうするともうチーム限られちゃうんで。ずっと言ってるもんね。やっぱり代表チーム、代表選手がいないチームダメでみたいなことずっと言ってて。どうですか、ね、うん、言ってましたね。ええ、ね、やっぱそういうチームになっていかないとね、マリノス。いや本当そうです。だから僕が前身の日産入った時に、まあ高橋さんもそうだったんですけど、日本代表のレギュラーが6、7人いましたからね、うん、やべえとこに来てしまったという本当怖かったですよ。もう怖かったんだ。怖いっていうか、もうだって画面では見てましたよ、映像とかで、日本代表の試合とか。でそれが目の前にいて見たら、やっぱうまいし、みんな。やっぱ映像と直で違いますよ。え、でも なんで来たの、日産に。いや、オファーあったから。じゃあ、やっぱね、勝ちたかったんですよ。ああ、優勝とかそういうのが可能性があるだろうと思う感じで入ってきたの、うん、そうです。でやっぱ入った時に、あ、これは勝てるわと思ったんだけど、でその瞬間今度練習やってみて、あ、これは来るんじゃなかったっていう。あ、え、それ自分のレベルとかそういうこと？いや、もう間違いなくレベルが合ってなかったんで、レベルが高すぎて、フィールドプレーヤーの人たちの。だから僕のキーパーのレベルじゃこれ無理だなと思って、だから本当に冗談抜き、いつどこで抜け出そうかなとかずっと考えてるんですよ。マジで？だって社員で入って、ずっと社員でいたじゃん。だって4年間社員でやってましたよ。ねえ、やってましたけど、でもまあ辞めても保証もあるから、まあそっちでまあ最終的に飯食えばいいかなと思ってて。いやいや、それがもう代表になり、もう長い間サッカーに携わっててっていうことになっていくわけじゃないですか。いや、高橋さんとか和志さんとか清水さんとか金さんのあのキック受けてたら絶対上手くなりますよ。あ、それはもっと言ってでもね、だっていろんな球種の人いるからね。いや、球種じゃなくて、あのタイミング外し方だった、あの外し方は大学までは無理っすもん。だからなんであのタイミング外れるのかなと思って全然分かんなくて、で途中からやっと分かりだして、あのフリーのスピード変えるとか、そんなのなんか見たことないし、経験したことないし、バカバカってしたシュートが全部入っちゃうし、全部逆つかれるし、なんでだろう、なんでだろうって。本当、実際、結構最初の頃って、ほとんど寝れなかったですよ、もう悩んじゃって。マジで？だって、ドーンって入るシュートじゃなくて、本当に逆つかれるシュートで、バカバカって入っていくから。なんであんなの、はい、腹立つんだろうな、多分。なんか俺たちはそういうのなんか楽しみながらやってたからな。だからもうどうしたらあのレベルに追いつくんだろうって考えたけど、結局追いつかずに4年間経ったって感じですね。だ、僕4年経ってやっと自信見えたものがやっと出てきましたもん。へー、4年間無理だったですね。ありがとうございます。代表にもなり、はい、まあね、いろんな経験をして今があるわけですよ。いや、いろんな話を聞かせてもらってありがとうございました。すいません、本当に。ありがとうございました。第2回、第3回と登場いただければ。今度はちょっとね、こう代表の話とか、あと日産のその苦しかった時期、その僕たちがこうふわふわっとしたなんか変なシュートを打ってた時の話なんかも聞かせてもらえたら、本当に聞かせてもらえたらな。で、シゲ怒っちゃうみたいな。じゃあ、やめようよ。じゃあ、それは今度次回に撮っておくということで。はいはい、次回もそれはいいじゃないですか。いいの。いいの。みんな聞きたいらしいよ。あの、アルゼンチンの話とか。
あと日産のループ最後ループシュートやられた時の話とか、まあそのぐらいです。2つぐらいです。あの2つでも多いです。いや、それがあって今がある。松永茂太さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。